はい、どうも、ジョーカーさんです。もういた。ガウンです。お前ら食べてただろ。食欲食って、ちょっと待ってくんで。世の中にはですね、はい、略してる言葉、まあ略語、うん、数々ありますよ。ありますね、はい。はい。その中にもですね、我々がね、何気なく使ってるものってたくさんあるんですよ。はいはいはい。っていうと、しかも略語の中でも、こう、英語ね。英語、うん。はい。っていうのも、じゃこれ例題に言います。はい。今、この動画中、音楽がかかってると思うんですよ。はい。うん、これ皆さん、なんて言ってます？ BGM。はい。これ BGM って略してるじゃないですか。はい。はい、これ BGM も、もともとちゃんとした言葉があるのを、こう、はいはいはい、取って、言葉に BGM という言葉になっていると、はいはいはい、ちなみに BGM というのはバックグラウンドミュージックの略です、ね、うん、何かの裏に流す音楽、はい、そういう言葉って実は世の中に溢れてるなと思って、はい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 、ちょっとその正式名称を、まあ、無理だと思うんだけど当ててみようって、知ってるものは知ってるよって言って、はいはいはい、これね意外と知ってるとね、まあなんていうの、ちょっと自慢できますからね、まあまあ、まあ、なんていうか知ってるっていう、ちょっと今日はね、それをマネージャーに何問か出してもらって、やっていくと。はい。で、ものによって、ちょっと言い回しが違ったりするものもあるんですけど、はい、今回はこれが正解とします。はい。はい。いいですか？早速いきますよ。はい。はい。じゃあ、早速第1問お願いします。AM。AM ラジオという時の AM。あー。書くのはこれカタカナでもいいですかね。スペルが難しい、はい、もう一回いきます、はい、はい、アマチュアメイン、あーなんかこう AM の方がちょっとこう、まあ、あんまり大したことない放送局なんですけど、俺もね聞くっつったら FM なんだ、うん、だよね、そうなる、うん、普通そうなんだ、うん、はい、ありがとうモーニーだから日本語じゃん、ありがとうありがとうモーニング言っちゃってる、しかも朝じゃん全部間違ってる全てが間違ってる、間違ってる、この男間違ってる、消しとく、じゃあその流れを私が行く、はい、アクロバティックミュージック、はい、やりました絶対そっち行くと思った、でもミュージックはメインで自信あります、やむない、ミュージックもさ、え、FM ほら流すじゃん、だからこれも一つの括りでミュージックがある、なるほどね、だから M は合ってる、でもトークがあるからね、ラジオって、そうですね、不正解、あ正解はアンプリチュードモジュレーション、全然違うしマネージャーも全く分かった、マネージャーが下手正解がいやいやお経になっちゃってる、どういうのが困難っていう、なんにょなんにょ、じゃあ第2問 ATM、おぉ ATM、 おぉ、よく使いますよ、ね、普段使うけど、確かに漢字でもいいの、ええ英語だって、だからその略みたいなやつよ、うん、カタカナでいい、全然わかんない、とりあえず並べてみたって感じ、俺もそうなんですけど、じゃあ、どうですか自信ある人、ないです、じゃあ、これないよ、答えはこちら、アダプティブタイムメンション意味わかんねえ何つった最初、アダプティブ、アダプティブって何、わかんないそんなことはないんじゃないですか、ないですかね、うん、じゃあ茶券いきましょうか、はい、オートテレフォンメッセージただいま電話に出ることができますそれじゃんあれ ATM って言うんだピーッという音が鳴りました、いやさっき ATM だったからさはい、まあ、オートトレードマシーン、あーとかじゃないの、いや、オートはあ、絶対オートは絶対自動だからとかあれ正解はオートマティックテラーマシーン、テラマシーン、あーじゃあ惜しいね、惜しい、テラ、なんか俺こう現金交換とかがあるからトレードだと思った、あー、うん、そう、じゃあ次 CD、 あ、来ました、スラッと見えたとこだけ今ちょっと先落ちにしたいな俺、わかんないけどじゃあ俺から行こう、じゃあ俺から行こう、はい、私の答えこちらです。クラシカルダイナマイト。なんか K-POP のタイトルになりそうだな。
僕正解、もう正解はここでいいかもしれません、はいはい、まあ、コンパクトディスクです。コンパクトディスク、はい、これ正解ですよね。ジャキンちゃんの答えを教えてください。はい、ソーシャルディスク。しかもエッサーがね、ソーシャルってやばいよ。だったらソーシャルディスタンスにしようしかった。いや、俺ソーシャルディスタンス書いてると思った。ここまで 見えたから。あディスク分かってた、まさかの。じゃあ次。DIY。ああ。確かにね、流行ってるけどね。いやー、ちゃんと書きましたよ。わかんないんで、はい、デザインイノベーションまで出たんですけど、Y がどうしようかなと思います。これは、I が出なかった。あ、そう。うん、じゃあ、もう一回。私ですね。はい。デザイン、イマジネーション、ユアセルフ。あー、ユアセルフ。ありそう。ありそうでしょ？うん。ね、俺も知らない。めっちゃありそう、でも。でしょ？うん、なんか変に思わない。そう。じゃあ、チャッキンいきましょう。はい。デザインイズヤクザ。日本語じゃんって。本当だよ。いや正解、はい、正解 Do it yourself。 あ、もうそんな単純なんだ。やっぱね、でもデザインって赤いっすね。うん、 yourself 自分自身でやるっていうかね。そういうことですね。では、次の問題 Do it FAQ。 とりあえず行きました。はい、ちょっと僕行っていいですか。はい、どうぞ、はい、FAQ、ね、F が分かんなかった。なんかね、でも言いたいことは分かってんじゃん。ファインオートクエスチョン、多分クエスチョンは合ってる。どうぞ、はい、じゃあ先行こう。行きます。ファイナルアクティビジョンクエスチョン。まあまあ、でもね、まあ、分かる分かるよ。 クエスチョンは言ったんだね。なるほどね。じゃあいいですか、私。はい、どうぞ。ファンサアンサークエスチョン。俺もね、意味近いけど、ね、F 分かんなかった、ね、あ、でもアンサーアンサーか、正解だね。フリークエントリーアスクドクエスチョンズ。ちょ、ズズアスクドクエスチョン、アスクドフリークちょ、見せろ。クエスチョンを使ったんだよね。そうね。でも複数形、ね、ちなみにそれは何の意味。いや、多分よくある質問だよ。よくある質問。じゃあ次 QR。 QR コードの出させてください。確かに分かんねえな。あ、よかった。じゃあ俺から、はい、いきます。はい、 QR。 じゃあクォーターリモート。じゃあチャッキン行きましょう。はい、キューブレベル。あー、キューブ、あー、四角ね。そう、俺は、はい、クイックレコード。あー、クイックってクイックってキューだよね。正解。正解。クイックレスポンス。うわー、惜しいじゃん。考えればいけたな。でも確かに QR って言ったらクイックは、そう、ピッてね、早いからね。確かに確かに。これなんかクイックペイが出てきたな、頭の中で。ああ、ああ、だから、あ、クイックじゃん。じゃあ次 SD。 SD カードの SD カード。じゃあ僕は本当は答えられた方がいい。僕からいきます。はい、バン。システムデバイス。じゃあ俺らいきます。はい、セカンドディスク。おお、まあ、なくはないよね。私いきます。バックアップティム。サブドライブ。わあ、待って、そう、ドライブだ、ドライブだ。はい、いきます。ああ、正解はセキュアデジタル。あれ全然違う。何、セキュアデジタル。セキュアデジタルなんの。デジタルなんかさ、さっきから正解聞いてもええってなるよね。なんかそっちの方がしっくりなんだけど、ね、なんかバックアップっていうね、ね、全然なんかこうね、あ、そっかってなんないの。その単語を知らないんだもん。そう、ちょっとモヤモヤが残ってるセキュアってなんだみたいな。セキュアってなんだよ。じゃあ次 SNS。 おお、そう、ツイッターとかなんだね。そうそうそう、最後は分かった気がする。じゃあ、チャッキンからいく？はい、どうぞ。ソーシャルネットワークシステム。おー、あー、ソーシャルか。ソーシャルネットワークは合ってると思うんだよな。じゃあ、お願いしましょう。はい、私こちら。セクシャルナショナルサービス。
ダメだよそんなのサービス。ラショナルにしちゃう。多分俺これだと思う。ああ。ソーシャルネットワーキングサービス。ああ、そうだ。サービスだ。豊かに。よし。しかもネットワーキングなんだよ確か。ワーキングなんだね。ワーキング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 。じゃあ次。URL。うわあ。URL。めっちゃ使うのにな。みんな悩んでるとこ近くて面白かったんだけど俺は U なんだろうなと思ってたらさ、そっちでさ L、R とか全然聞こえなかった俺嘘俺ずっと考えてた頭の中で U なんだろうなと思ってたらさL、R なんだろうとか言ってるから俺全員合わせれば正解できるかもしれないすごいそんな偶然なことあったんだすごっありがとうございます。じゃあ1ポイント。全然わかんねえ。知ってる英単語並べただけだよ、これじゃ。アンダーレコーディングライン。あー。それっぽく書いただけです。全然わかんない。じゃあ私言っていいですか、はい、はい。私こちら。アンリミテッドリバーシブルロングです。リバーシブルロングです。意味がわかんない、ね。じゃあ、これいいですか。ユニバーサルリアルロード・オブ・ザ・リング。ロード・オブ・ザ・リング新しいやつ。なるほど。違う。違う。そうだわ。ユニフォーム・リソース・ロケーター。あ、そう、リソースか。リソース全然わかんない。リソース・ロケーター。答え言われても、全然わかんない。なんだ、アンリミテッド・リバーシブル・ロンゲストじゃない。ユニバーサルリアルロード・オブ・ザ・リング。ラスト。はい。UV え UV 紫外線紫外線か紫外線だね UV は UV で覚えてるそうだお前はめっちゃ正論なこと言った全部そうだけど考えたこともなかったなるほどお前はこれだ絶対みんなボケんだもんな当てに行って面白いのが一番面白いいや俺当てに行ってるよ当てに行ってる当てに行ってるよ完全にもうかなり本気でかなり本気でチャキンはい、行きましたじゃあもう一回行こう行きますねはい私の答えこちらバンアンダーバーニング待ってちょっと近いよあ、マジでもうバンアンダーボルケノここに来てまさかうんうんじゃあ俺はいユニバーサルビレッジヴァンガード